本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これより第14回エビス映像祭スペクタクル後オンラインラウンジトークを始めたいと思います。本日はエビゾーミーツ地域連携プログラムより MA2 ギャラリー主催アートスティッカー企画デナリ・イン・ザ・ミッドナイトさんより作家の石川直樹さんをゲストにお迎えして 今回の展示を中心にお話を伺いいたします恵比寿映像祭キュレーターの伊藤隆博がモデレーターを務めますそれでは石川さん、伊藤さんよろしくお願いいたしますじゃあそれでは早速話の方を進めていきたいと思います石川、はい、さんよろしくお願いいたしますまずあの今回の MA2 ギャラリーでの展示について伺いたいと思うんですけれどもタイトルがデナリインザ イットナサンということで、まあ、タイトルにすでに「デナリ」を取っているってことが分かると思うんですけどまず展示作品について少しお話を伺えたらと思うんですけれどもそうですねあのまずデナリっていう山があってでそれは北米で一番高い山で標高6 1 9 4ー,ターでで僕が初めて高所登山っていうのを体験した山がこのデナリなんですね。 でハタチの時に登ってでまあその後ヒマラヤだとかいろんな場所の山登り始めるんですけどそれの一番のまあ原点になるのがデナリっていう山ですでえっとそのデナリにあの2016年に2回目の登山しに行ったんですよねでその時はあの一人で登りに行っていてでその時に撮影した写真をあのまあ 展示するんですけど、ただあのちょっとサイヤのタイプっていう古典技法を使って、えー、まあ、青,青っぽいっていうかあのー、今までやったことのない試みをあの今回の展示でやろうとしていました。サイヤのタイプっていうのがあの19世紀に発明された写真技法なんですけども、まああの。 大きめの,そのネガフィルムを観光化した紙にこう直接密着させてでまあ太陽の光を当てることによってイメージが作られるっていうそのまあ技法で結構その出来上がったイメージっていうのが青い綺麗な会長の写真になっていてもともとのカラーの写真とはかなりこう見,見,見栄えが違うというかあの青がすごい貴重になっている作品ですよね。 そうですねもともとそのデナリーで登山すると本当にあの空のの青とと雪の白しかなない景色ずっとそうなんですよあの氷河に降り立ってから2週間ぐらいかけて登るんですけど延々、まあ、雪の中を歩いてて本当にまあ白と空とあるいはまあ晴れてなかったらもうグレーなんですけどあの色の少ないところをずっとこう歩いて登っていくんですよね。でその 色彩の感じとそのサイアノタイプの,あの浮かび上がってくる像とあのすごくこう僕の中では神話性があって、うん、でちょっとデナリーの写真をあのサイアノで、えー、作品化してみようかなっていうことを今回思い立ったんですよ、はい、あの改めてそのデナリーも写真集としてすでに刊行されているじゃないですかお手元に今その写真集がまさにあって。 あのカラーの写真がたくさん掲載されているんですけどもうその作品自体もやっぱりこう青っていうイメージが石川さんがおっしゃったみたいに強くてそれはそのデナリーの空の青だったり、まあ、あとそれがこう雪の白に生えてよりこうくっきり青が見えたりっていうこともあるんですけどなんかその今回のサイヤのタイプの作品はまあ でイメージだけ先にちょっと見せていただいたんですけども、そのカラーの写真で見た時ときと作業のタイプの写真って見たときのイメージっていうのが、実はそんなに違和感がなくて、すごい今おっしゃってたみたいに親和性があるっていうか、やっぱりこう青でつながっている感じがすごいあったんですよね。まず一つそれが最初に作品を見せていただいた時の驚きと、あと石川さんがこの曲を越えっていうこのデナリとかを最初とあと二回目に登った時の あのまあ、その気候文みたいなのを書かれていてこの時にその撮影に至るまでの経緯主にまあ撮影中というよりはその登山中の経緯みたいなものがすごくまとめられているんですけどもその中に結構その紫外線のことについて書かれている場面とかあ,ったあるじゃないですかその雪山で登っていて雪の反射とかあともうそのまま太陽が降ってきて紫外線で肌がすごい焼けちゃったり。 っていうところでなんかその紫外線っていうところでもサイヤのタイプってやっぱりその紫外線に反応してこう像ができるので、うん、なんかこう自然につながってるんだなっていうのをすごくハッとしたというかなんかそういう,こう登山っていう行為と表現がこう自然に結びついてこうイメージができるっていうのがすごい石川さんらしいなと思ってすごい最初にその「デナリのこのシリーズ」を見た時にそれをこう思い当たったっていうか。 そうですねあのそうなんですよ「デナリー・イン・ザ・ミッドナイト・さんってタイトルをつけたのはあのーまあ、白夜の季節、うん、あの北極圏って白夜の季節になると、まあ、夜がなくなっちゃうというかこうあの暗くなくななるんですよねでずっと明るいんです。でデナリーの昇った5月とかもあの、まあ、真夏ではないんですけれど、まあ、ほとんど暗くならないんですよ。でずっと まあ太陽の光線を浴びて、それで時間の感覚が全くなくなるんですよね。でテントの中って、あの紫外線というか太陽光線をずっと浴びてると、むちゃむちゃ熱くなるんですよ。うん、で夜眠る時も、まあ僕はこんアイマスクとかしなかったですけど、もう本当に寝袋にくるまって。あの真っ暗にしないと、眠れないぐらい光をずっと浴びてるんですよね。で、あの、まあそういうこともあって、えー、今回のその最あの。 であの太陽光線を当てて、まあ、観光させるプリントをあのしてみるときにデナリの登山と僕はすごい重なって、うん、すごく、まあ、特殊な環境だったんですよね。うん、ヒマラヤとかだときちんと夜来るし、まあ、当然ですけどこれだけなんか2週間ずっと光に当たり続けることなんてなかったので,、うん、でまあ サイアノと合っているなっていうののがが、えー、考えた一つありましたね結構この「紀行文」を読んでいても時差ぼけというかそのずっと光が出ている状態なんでその意識もちょっと途中でこう朦朧としたりとかなんかあとそのすごい一般的なこういう高所の登山する方のイメージってかなりストイックな方とかなんかそういうイメージされる方が多いと思うんですけどやっぱり石川さんの場合ユニークなのは 実は意外とこうそうでもな,くてなんかこうちょっとこう登るのをためらったりとか <laughs> 今日はちょっと天気も悪いからあのテントの中にとどまろうとかもちろんそれはこう天候とかを踏まえた上での合理的な判断の部分もあると思うんですけど結構そういうリアルなこう人間像みたいのが見えてくるのも魅力だなと思っていてそうですね、まあ、その本に収録したのは本当にまあ日々のディティールまで書いたその日記みたいなもの なんですけどあの特に一人で登ってるとあの、まあ、七難八が自分のなところにこう降りかかってきても誰のせいにもできないというか、うん、あの人のせいにできないし、うんえー、天候を見定めるのも進むかたいあの滞留するかあるいは撤退するかとかって決めるのも全部自分の仕事なので、うんまあ、そこまでこうなんかね こう力を根を詰めてると、うん、なんかプツンといっちゃう時があるんで、まあ、いつもこう気楽な感じで、うんえー、進めなかったらとどまっておこうとか、まあ、ご飯を食べる時もなんかちょっとこうまずいなと思いながらこう食べてたらまず,まずいなっていう感じのことを書くし <laughs> まあ,あの全部正直に、えー、書いて。 ましたよね、あとあの面白かったのがその雪を熱で溶かしてまあ飲料水にしたりそのスポーツドリンクを飲んだりされるじゃないですか、うん、その雪にちょっとこう不純物というかゴミとかが混じってるとなんかこう飲む気をなくしちゃうみたいなのが、うん、そんなにこう気になるほど混ざってたりするんですけどういうちょっと実際の場所がどういうなのかわかんないんですけど。<laughs> うん 写真で見るとデナリーってすごく綺麗で、うん、あで白一色なんですけど意外に雪っていろんなものが混じってて<ー>で溶かしていくと砂利がいっぱい入ってたりとか何な,、ね、なんか埃みたいなの入ってたりとかあるいはその,雪袋っていうのに雪を毎日詰めそれでその雪袋の、まあ、バリじゃないですけどなんですか糸くずみたいなのとか繊維,繊維的なものとか。 まあ、いろんんなものがとにかくく入っていくんですよでも別に古式とか持ってきてないんでうんそういうものを一緒にこう飲み続けてだからもう手なりに登りながら手なりの雪を毎日飲みながら雪をと格闘しながらでもうずっと太陽光線降り注いでて、うん、で、夜も来ないしだからちょっと変になっ,なってくるんですよね。あ<ー>であのおっしゃるようにその紫外線のこといっぱい書いてたってこともあって。 もう日の光っていうと、なんかアラスカの夏のアラスカを思い出すんですよ。うん、っていうのもあって、まあ今回その青い写真を作ってみたんですよ。うんうん、あと、あの、ちょっと多分皆さんも聞きたいと思うんですけど、石川さんの国紀行文とかを読んでいて、こう写真を撮ってる瞬間の描写っていうのが。意外とあっさりしてるじゃないですか。うん、なんか、その登ったりっていうのは、もちろんその詳しく書いてあるんですけど、その写真を撮ってる瞬間っていうのが。 意外とああっさりしてるるなっていう印象があるんですけど、うん、で,でもそのもちろん登ってる最中っていうのはその石川さんのカメラってそんなにこう簡単には撮れないじゃないですか、うん、あの中盤かサイズのカメラを使っていて、うん、なのでセッティングとかある程度こう注意が必要だし写真を撮るぞっていう感じで撮るのかなと思うんですけどその現地で写真を撮ってる時の情景みたいなものもちょっと伺えたらなと思うんですけど。そうですねあの常に、まあ ちょっとカーボンの三脚軽い三脚を持ってで中盤のフィルムカメラを持ってあとまあデジカメも持っていくんですけどで、まあ、いつもなんかインタビューとかで言ってるんですけど、まあ、自分の体の反応で撮っててなんかこうその目の前のものを解説するような感じではあんまり撮らないのであのなんかこう意味になる前に反応で撮るみたいなことをやってたんですよね。で ただ、まあ、この「出なり」の時だけはあのー、それこそあんまりこうストイックなイメージがあるけどあんまりストイックじゃないかもですねみたいなことをおっしゃってたけど、うん、その重量にに関ししててはものすすごくこう気にしてたんですよあ<ー>であのちょっとでも重いと重さって苦しさになって跳ね返ってきちゃうので、あのー、この時にちょっと記憶が定かじゃないんだけどフィルムのカメラを あのほとんどと撮ってなくて、<ー>デジカメでばっかり撮ってたんですよ。で、それもあって僕そのデジタルのプリントってやったことほとんどなくて、あの展示もしたことないし、でこの写真集に収録されている写真って結構その登山中はデジタルで撮ったやつが多かったんですよ。だからそのデジタルの写真はあんまり 展示しようって気にならなくてあ<ー>で最後の,サイの試したってこともあるんですけど、まあ、とにかくでも写真撮,撮る瞬間っていうのはすごく、まあ、あっさりしてるっていうか<ー>あのなんかこう中盤,中盤カメラだから普通にスナップ的に撮れるっちゃ撮れるしあのなんかこう構えてやってるっていう感じではないんですよね。だから あとソリを引いてるとそこまでそう簡単に、あのー、カメラの出し入れできないんですよね。デジカメだったらすぐ出せてたんで、まあ、それほどこの出ナリの2回目の登山って余裕がなかったったてことです、ねうん、それはやっぱり1回目はそのクルーみたいに他の仲間もいてただ2回目はその単独で行かれたっていうところの違いもやっぱり大きいってことですかね。そうでですねやっぱりあのチームで行くと、あのー 例えば動物馬とか役に荷物を運んでもらってベースキャンプにいっぱいの荷物を持って行って、まあ、例えば読む本だとか、うん、別にいらないようなものもたくさん持ってけるんですよ。うん、でベースキャンプに1ヶ月ぐらい,にいながら撮影したりとかするんでベースキャンプにはもうものすごく荷物いっぱい持ってける。でもこのデナリーに関しては1人で行ったら、うん、自分でソリを引いて全部当然ながら自分で持って行かなきゃいけなくて。 まあお菓子の包み紙も取っていくっていうほど神経質にはなってなかったですけどフィルムの数からバッテリーからものすすごく気にしてたんですよね。バッテリーが例えば2つ多くなったらあの持ってける食料があの少なくなるってことだしうん、うん、カメラ中盤カメラとデジカメラ両方持ってったらその分食料持っていけないうん、うん、で食料持っていけないってことは粘れないっていうか、うん、あの天候悪くて。 滞留して食料尽きたら登れなくなっちゃうんで、うん、その辺の微妙な駆け引きがあって、うん、写真に集中できなく、いつもより集中できなくかってもうギリギリの状況だったっていうのがありますね。でも本当にそれでもその頂上付近まで行ったらやっぱり天候が急に悪くなってしまって、諦めてこう引き返してくる方もいる中で、まあある意味ちょっとこう無理をしてというか、なんとかたどり着こうっていう思いでたどり着いて。 でようやくそこでもその登頂の記録として写真を撮っっっててもらったっていうそうですね本当にあのワンチャンスっていうか、うん、そんななんかね家から1時間ぐらいかかってる山山にひょいひょい行くような感じじゃないので、うん、出リーの登山一回ワンチャンス逃すと、うん、また来年再来年って行けるかどうか分かんないし、まあ、ここで必ず登っておきたいっていう気持ちがあったのですごく荷物から 行行くかかかないかの判断まですごくシビアでうん、うん、もしかしたらグループとかチームで行ってたらちょっともう行,か行けなかったかもしれないなっていう天候の悪化とギリギリのところで行って戻ってきてたんで、うん、うんまあそういう旅だと。で、うん、僕の写真やっぱりすごく身体と結びついてて自分の体をそこに置いて撮るっていうことをずっとやってきたので、うんうん、その余裕が。 ヒマラヤほどなかったのがこのアラスカの山でしたねやっぱりそのデナリーっていう山はとっていてもなんかこう対象として他の山とは違う何かみたいなものすごいあるんですかそのもちろん登る苦労とかそういったものは今お話伺ったみたいにあると思うんですが、うん、山としてなんかこう被写体としてとか、うんあのー。上村直美さんって冒険家がいて。 もう伊藤さんんとか絶対知らないいでですよいや僕あの昔本読それこそあのマッキンリーって昔はジェが呼ばれてたじゃない、はいはい、だから僕はマッキンリーの方がなんかこうですよね日本の人にとってはマッキンリーって名前の方が親しみがあって途中であのオバマ政権時代にあの、まあ、トランプの時代だったらこの名前変わらなかったと思うんですけどオバマさんがこれ、ね、先住民の名前に戻した方がいいだろうって言って。 デナリって名前に変更したんですけど、まあ、アメリカで一番高い山ですよ。でその「デナリは」は上村直美さんっていう日本を昔代表する冒険家がいてで彼があ真冬にまだ誰も登頂してなかった時期に厳冬期に登頂してでその後行方不明になってしまって、うん、まだ見つかってない。でその僕は上村直美さんの「青春を山にかけて」っていう本にすごくこうなんか背中を押されて。 学生時代二十歳前後の頃いろろんんなとこにに旅に出たんですよねその延長で上村さんが五大陸の最高峰っていうのを登ったから自分も七大陸っていうのをちょっとこう登ってみたりとか、まあ、いろんなきっかけになった上村さんが眠っているあの出なりに、えー、登るっていうのは、うんまあ、僕にとってすごくこうなんていうかうん自分のそのなんか 生きていることとか旅することとすごくこう結びついた大切な山だったんですよね、うん、だから2回登ろうと思ったしもう1回は植村さんと同じように一人で行ってみようと思ったし、うん、うーでその中では自分は写真を撮るぐらい余裕があるんだろうかとかいろいろ葛藤しながら撮ってたんですよねでまだ一度も展示とか 展覧会ちゃんとしたことがなかったんで出なりで、うん、まあそれはデジタルとかの写真が多くなっちゃってたってこともあって、うん、で今回 M. ツギャラリーさんでやろうかなと思ったんですよね、うん。でもなんかそのまあデジタルで撮ってある意味こうプリントとして作品として発表することをためらっていた写真が、こうサイヤのタイプっていうまあその場所柄すごい紫外線とも結びつきがあるその場所で撮られた写真がこうサイヤのタイプでなんかこう 作品となってて展示されてるっていうのがなんかすごいこうですね僕にとってはやっぱり何を展示するかっていうよりなぜそれをこうその場所で展示していくかとかっていうことの方がなんか大切だし何でもかんでもいいわけじゃないので自分の中でストーリーがつながってないと、うん、なかなかあの作品化できないので、うん、まあ今回は。 今そうやって話してきたような理由で、ビヤクや日帰デナリーの写真をサイアノにして展示しようかなと思ったんですよ。うん、なんか石川さんにとってそのまあ山に登ってで、ね、写真に撮ってそれを発表するじゃないですか。そうするとこう一区切りついたみたいな感覚っていうのがあるんですか。それともまたそれは登山と写真っていう行為は別っていうかそのあたりはいかがでしょう。 やっぱり一つのなんか大きな遠征とか旅があってで、まあ、帰ってくるんだけどそのまあ余韻をずっと引きずっていながらで撮った写真を見返したりして写真集とか写真展にすることであの自分の中にその区切りをつけてまた違う旅に行くっていうのをずっと繰り返してきたのであの確かにおっしゃってたような感じはあります。で,でなはは写真集も出したした小さな展示は あの昔盛岡書店でとこでやったんですけどでもそれはあの本当に本がメインの展示だったんできちんとその写真展って形では今して,してなかったんで、うん、ちょっと今回の機会にやってみようと思ったんですね。うん、この手なり2度目その単独で登られて、うん、その後の以降の登山っていうのはその体験を経て何かこう変わったりしましたか そのね、デナリのまた単独っていう定義も難しくて、うん、で僕ずっと今まで「一人で」って言ってたと思うんですけど、うん、あの本当の単独登山っていうのはあのルート上に誰も人がいない状態のことを言うんですよ。<ー>で僕はそのデナリに登った時にその、まあ、普通のルートをたどっていくので、まあ、いろんな外国の人に会ってるんですよね。だだだかからら厳密なな定義ででででではは単独登登山ではないんんすけけどど一一人人行っっててる 厳密にはは単独ではないただあの一人で行くとさっきも申し上げたようにそりを引いてで全部の荷物を自分で運ばなきゃいけないしクレバスに落ちようがあの天候を見定めるのを間違えて悪天で突っ込んで死んじゃおうが全部自分のせいなわけですよ、ね、だから、まあ、そういう登山っていうのはなかなか生涯にすることがないので。 あのヒマラヤの登山もあのシェルパたちと一緒に登ったりしてるんでねだからあのこの10年間の中ではあすごく異質な登山、うん、であの、まあ、繰り返し申し上げているようにいつもだったら役とかにフィルムちょっと多めにもあのベースキャンプに運び入れようとか、うん、あのカメラ予備で、まあ、3台持っていけけどもう1台ぐらい持っていっちゃおうかなとかあるんですけどそういうの一切 もう本当に考えて考えてこれ持っていかな持っていかねえかな2本減らそうか3本減らそうかとかいうレベルで考えていった旅だったので、うん、自分にとってはすごく大きなその後につながる旅だった、うん、それは二十歳の時の初めての登頂でもそうだし 2>,、うん、2回目もまた僕にすごく影響があった一人だけの登山でした。うんうん あとなんかすごい素朴な疑問になっちゃうんですけどその登ってこの下山する時に見えてる風景というかその時の印象みたいなものも伺いたくて結構まあ気候群の中でも下山は割とこうスーッといくイメージがあって、まあ、時間ももしかしたら登る時よりはかからないのかもしれないんですけど下山の時のこう雰囲気というかそういう点について伺いたいんですけど。 早く帰りたくなっちゃうんですよ。<laughs> もう食料も残り少ないし、<ー>なんか本当なんかお肉食べたいなとか、なんかタルキーとなって街でハンバーガー食いたいとかなんかいろんなことを考えて、あのー、もう飛ぶように降りていっちゃうんですよ。うん、で一度こう行った道なんで、で帰ってくる道でもまあ未知の風景には出会うんだけど、でもあんまりその写真をゆっくり撮って 味わうように下山しようみたいな気持ちにはなんないんですよね。うん、本当になんかウサギがぴょんぴょん飛んでいくような感じでもう雪の中をワーンワーンみたいなもうクレバスがここはないって分かってる一回通ったからあそうか一回通ってるからでなんかクレバスがありそうなところもも分かってるからもうクレバスないんだったらこのままもう行っちゃおうみたいな感じでで荷物も減ってるじゃないですかだから本当になんかぴょんぴょんってなんか飛ぶようにもうい。うん 一刻も早く降りたいみたいな感じになっちゃってて書くこともないんですよねああそうなんですね、うん、なんかそこがいつもこう不思議に思っていたところ実際どういう風になっていたのかなと思ってなんかものすごく大きなことが起きれば絶対書いてたり写真に撮ってたりするんですけど、うん、要はまあサクッといつも降りてきちゃうってことなんでしょうね、うん、でなりの時もものすごいサクッと、うん、もう雪の中こう。 雪が深くてももう泳ぐような感じで、もうウキウキしながらこう帰ってくるてう。うん。あ、うん、そうなんですね。上がるときは高山病になったりするんで、そんな急いで行ったらダメなんですけど、うん、下るときは全然大丈夫。うん、そうなんです、ね。なんかあの今一番最初にデナリーに登れ,られたのが二十歳の時で、でまあ二千十六年に二回目登って、まあ本当にデナリーだけじゃなくて、こう世界各地の山とか、まあ山だけじゃなくて。 あの島々も巡って、まあ、いろんなところで、ね、本当に写真を撮られて発表されていると思うんですけど、まあ、今そのちょっとコロナの感染症が拡大している状況で、うん、特にあの去年とか非常事態宣言が出てた中っていうのはあのなかなかそういう身動きが取れない状態で石川さんにしては珍しくこうずっと家の中にいる時間が長かったんじゃないかなと思うんですけどまさにあの、えー、と2月の。 17日まで東洋町のギャラリーエクワッドで開催している展示がまあそのコロナでまああの緊急事態宣言が出ている中で制作された作品ということで2つのシリーズが展示されてるんでですすよね、うんはい、そうです、あのー、今もう一つのエクワッドでやってるのはこのコロナ禍の2年間に撮影した、まあ、東京の渋谷のスナップとまあ あと、まあ、そのスナップはあとそのコロナ禍でもう本当に初期の頃全然家から出れなかった時に「ステイ・ホーム・ワーク」っていうシリーズを撮影していてそれは家の中をカメラオブスキュラーにしてで自分がカメラの中に入ったような状態で。 撮影する実験的なあの試みをしてましてまあ今回の「サイアノも同じなんですけど昔から関心があ,るあったんだけど時間がなくてできなかったことを、まあ、このコロナ禍の中で、えー、どんどんその試してみるっていうかちょっとこう写真の物質性みたいなものをもう少しこう自分の中で咀嚼するために。 理解するために自分の手を動かして作品を作っていくっていうことをこの2年間ちょっとやってました、ね、でもその家の中で撮られた「ステイホームカメラ」っていうシリーズがやっぱり面白くてこの家から外の景色がこう針穴を通して入ってきてで、まあ、その入ってきた像っていうのは最初はまあえっと上下左右が反転した像で家の中に写っているわけだから外にこう稲妻が走ってる写真とかあとまあ隣の家の あの外壁とかが写っていていなんかでもそ,のそういう,こう外に出て写真を撮るっていうのがこう難しい状況でもそのアーカイブとか整理もちろんされてたかもしれないんですけどっていうよりもその作品をこう作る方にその場の環境を利用してなんとかこう作品を生み出そうとする感じっていうのが結構石川さんらしいなと思ってなんかこう山とかに行ってもなんかその場でかけられたものを使ってなんとかこう対応して 生き延びるっっって言ったらちょっと大げさかもしれないんですけど生き延びるというか作品を作ったりとかなんかそういう行為自体がすごいそこも石川さんらしいなと思ってすごく面白くさせていただいたんです、うん、そうですねだからなんかこう与えられた環境とか状況があってそれをこうなんかこうはねのけて自分に心地いい状況を作っていくっていうよりはそこで与えられた環境で。 まあどれだけうん自由に動けるかっていうか、うん、そういうのを自分の中で試していくみたいな感じの動き方を僕はまあよくしていてだから今緊急事態宣言がもし出たとしてもそんなになんか家にずっと閉じこもってる人いない感じの雰囲気ですけど緊急事態宣言が最初に出た頃って結構みんな本当に家の中にいたで,そうです、ね、僕自身も家の中にいたしあと家の周りでなんかあの。 雑草とか撮ってみようかなみたいな感じで雑草とか撮ってた時もあったんですけど <laughs>、はい、全然面白くなくて後で見た写真 <laughs> でまあそういうのをいろんなちょっとした試みはやってたけど、まあ、そんなのは、うん、消えてって、うん、で結局その家の中に遮光シートをこう全部貼って芯の闇を作り出してカメラオブスキュラーにして反転した外の風景を家の中に映す、うん、その実験が一番自分にとっては。 面白かったんですよ、うん、自分の自宅の部屋って、まあ、誰しもそうですけど一番見慣れたたあの空、ー、空気みいいなな間じゃないですか、はい、それが外の風景が反転して映ったことで、うん、なんかもう外とうちがあべこべになっちゃった感覚とかうん、うん、俺の部屋ってこういうことにもなるのかみたいな、うん、いろんな驚きがあって。うんうん、やっぱ驚きとか 出くわした瞬間の何か,、うん、かがないと撮れないので、うん、自分の部屋で一番それを感じられたのがカメララスクの実験だったんですよ、うん、なんか作品として見る側もそれを感じてなんか外の風景も映ってるけど家の中に置いてあるこうフレームとか保管してある箱とかが反転して映ってたりとかそういうのもあって結構やっぱりこう実験としてまず面白いなっていうのと <laughs> なんかそれをこう 楽しんで石川さんが撮ってるんだなっていう感じがすごい作品を通して伝わってきて、うん、そうですね<当>あれをフレーム入れる箱って分かるのはさすがですね <laughs> なんか見慣れた箱があるなと思ってあののあその本当に科学実験みたいな,なんかそういうプロセスであの撮られたシリーズなんだなと思ってなんかそれが入って最初のところにあったじゃないですか。でその後に また別のシリーズが展示してあって、先ほどあのご紹介いただいたあの渋谷を撮ったシリーズで、うん、まずあれですよね。その渋谷っていう土地が石川さんにとって、実はすごい。こう思い出のある土地というか、付き合いが長い土地だったんですよね。そうですね。僕はあの渋谷区の初台で生まれてで。まあ23回引っ越しはしましたけど、その渋谷っていう駅がハブになってたんですよ。池袋とか新宿じゃなくて渋谷だったんですよね。 だから本当にこう幼い頃から渋谷の駅は利用していてで、まあ、中高生時代とかよく渋谷に出てたりもしたしあの学校が電車で行く学校だったんで,で毎日渋谷の駅を通って学校に行ったりしてたんですよ。なので自分の中ではすごく身近にあるあのわしゃわしゃした年だった。うん でそんなところを改めてまなざす気持ちは今まで全然起きなかったんですけどこのコロナ禍で、えー、遠くへ行くことができなくなった時にちょっと渋谷をもう一回見直してみようって思ったんですよ。った鹿さにとって思い入れのある土地だっていうのは ほとんどの人が知らなかったと思うので<ー>なんかその点がまず驚きっていうのとあとその中で本当にこういろんな撮り方をされてると思うんですけどまず基本的にはその中盤カメラでこの渋谷をこう割と俯瞰して撮ったような写真っていうのとあとはその「映るんです」そのフラッシュ付きの「映るんです」を使って撮ったこうスナップ的に撮ったその街中の写真っていう。 大きく分けるとその二つの構成になっていたことも、はい、特にその写るんですの方の写真に、うん、あの渋谷をこう走り回っているネズミがすごくたくさん写っていてそのネズミの存在というのは前からちょっと渋谷の気になっていたんですそうですねそのコロナ禍が始まる時になんかテレビのニュースのなんかちょっとしたコーナーで 渋谷でなんか「ネズミが増えてます」とかなんとかっつってなんか女性のキャスターみたいなのが「キャー」とかって言ってるような映像ちょっと見たんですよで,でももともと渋谷にはネズミいたんだけどその人流が減ってでもっとまあ増えているとあ<ー>で、まあ、それが頭にちょっとインプットされてる時にあのコロナ禍始まってから「アルベル・カミのペスト」っていう小説がなんかこう再読され始めてて。うん 自分もまあ棚にあったけどいつ読んだか読んだかすらも忘れちゃったんでもう一回ちょっと読み直してたら最初のシーンがその死んだネズミにけつまずくあのお医者さんのリ由っていう人がこうネズミにけつまずくシーンから始まる。でカミュはそはネズミを炭鉱のカナリアとして描いていてでそういう感染症とかがやってきた時に最初に影響が及ぶ動物 がネズミであるみたいなことのまあメタファーで書かれていて、なるほどネズミと感染症あとかウイルスっていうのはもしかしたら結びつくかもしれない。それででも渋谷でさらにネズミが増えていると聞いて、僕の中でピコーンってなんか結びついて、そしたら単に渋谷をスナップで取り歩くよりあの一つの軸を作った方が面白いんじゃないかと思って、ネズミを軸にして。 ここのコロナ禍を取っていこうっていうふううふに思ったんですよ、うん、それで実際街に繰り出してみたらもうワンサカいて、うん、これは僕が見てたなんかレイアウトは全然違うネズミの世界っていうのが渋谷にあるんだなって思ってますます面白くなっちゃってでこうはうようにしてあの汚い渋谷のセンター街とかを歩き回ってたんんですよなんかその写真もそのネズミに驚いている人とかももちろん写ってるんですけど結構ネズミの視点に近い 写真もあったりして、本当にこう、地面の低い位置で撮ったりとか、あれって、もう本当に瞬間的にネズミが出た瞬間に、こう反応しないと撮れないですよね。それもあって映るんですっていう。割とこう、簡単に素早く頑丈で撮れるカメラをあえて選んだところもあるんですか？そうですね。あの、いろんなカメラでちょっと最初試したんですけど、ネズミの動きが素早すぎるのと予測が全くできないので。うん あのストローボがまず追いつかないフォーカスも追いつかないオートフォーカス最新のデジカメとかでもちょっとネズミの速さにはかなわなわ、ねそ,ねうん、それでもうそしたら、まあ、コンビニとかで買ってきた「映るんです」の方が全然取りやすくて、うん、でいつもポケットに「映るんですよ」まあ、2台とか、まあ、あるいは4台ぐらいニコニコ入れてポケット膨らましながら。 必ずストローは昼間ででもオンにしとくんですよ、ね、<ー>なんか暗くて映んないのが嫌なんでちょっとこう物陰とかにこう入っていっちゃうとれそ,うそ,うそ,うそれでいつもの赤いランプをつけてでポケットに手を入れながらもう巻いてあっていつでもネズミが出たらバシッネズミが出たらバシみたいな感じで撮ってたんですよねやっぱり映るんですわ本当にまあ映,映るっていうかあの <laughs> あの結構すごいな と思って100本ぐらい撮りましたけどねでも結構その写真を撮ってる石川さんの姿って他の人からしたら、うん、あの人何やってるんだろうみたいな、ね、もう本当にいつ通報されてもおかしくないっていうかあの変な店の中のシャッターの中に入っていくネズミとかを追っかけてシャッターをこんなになってく <laughs> シャッターのところをこんなになってやってたりとか <laughs> なんかもう、うん、でなんかもう全部あんまり目立たないように黒っぽい服着て帽子とかかぶってマスクとかしてたんで。 ちょっとまあ危ない人、ちい人、ね、完全に不審者でしたね。でもそれってこういわゆるストリートスナップって呼ばれてる写真があるじゃないですか。それとは感覚的には同じなのか違うなのかどうだったんですか、ねです。ちょっと違いますよね。な何な,なんですかね。あの現実に生きている世界ってまあ一つしかないですよね。当たり前だけど僕たちが今生きている世界。うん でもその僕が見てる世界とネズミが見てる世界とハトが見てる世界って同じ世界なんか全然違うっていうのをあの撮ってる時に感じてで僕が汚いと思うものを別にネズミは汚いと思わないしあの僕があのとてもいいなと思うものをハトはとてもいいなと思うわけじゃないしまあそういうなんか 生き物の視点とかあと子供の視点とじ,じいさんの視点と僕の視点と同じ世界に生きる全然違うなっていうのを、あのー、感じながらまあカメラでそれをこう撮っててストリートスナップっていうのはもうちょっと同じ地平で撮っていくことかもしれなくて、うん、そうじゃないなんていうかなんか感じ。 ストリートなんだけど、うん、ストリートスナップではないっていうなんかそうなんですよねなんていうんですかね、まあ僕も後で知ったんだけど、なんか最近あの環世界って言葉があるらしくて、はい、環境の環、えー、なんかユクスキュルっていう人がスウェーデンのそうですね、はい、あの生き物から見た世界が、なんか岩波文庫とかで出てるんですけどうん、うん、まさになんかそんなことが書かれてたんですよねうん、うん、あの。 あのみんな同じ世界生きてるけどそ,の、うん、それぞれの視点で、まあ、価値観の軸があって全然違うものを見てるみたいな、まあ、そういう感じなんだけどその環世界をちょっとこう行き来するような,、うん、なんか同じ目線でス,スナップしていくんじゃなくてやっぱりそのネズミならネズミハトならハトの感覚をちょっとだけこう体に身にまとって。うん ていくみたいなことは不可能なのかもしれないけど僕にとってはちょっとだけそういう意識がありました、うん、そういうなんかこう生き物の視点で写真を撮るって例えばこう山登ってる時とかにこう鳥とかがと飛んでたりするじゃないですかそれと重ねたりっていう経験今まではあったんですかそうですねあのデナリーなんかも二十歳の時もうすっごく苦労してついた五千五百メートルぐらいの場所でもう 動物ななんて絶対いないもう森林限界なんかもとっくに越えてる、うん、そこの,あのいきなり渡りガラスなのかなんか黒い鳥みたいなのが<ー>う上に23羽飛んでたのかなそれ見た時に「俺は一体今何してんだろうな」みたいな「うん、はあはあ息をしてちょっと命もかかって登山してるけど、まあ、鳥たちは悠々と飛んでて」みたいなのを少し感じることとかもあって。<ー> たたまたまこの山に出なりだのマッキンリだのエベレストなんて名前ついてるけど地球上の単なる出っ張りにあの時間もお金も割いてなんか命懸けに登ってますとかって言ってるけどちょっとこうバカなんじゃないかとか俺は一体何をしてんだろうみたいな全く意味じゃないじゃないかみたいなことをたまに考えるんですよ。 自分にとって意味のあることが他人にとって意味があるかどうかって、また別の話だなっていうのはよく感じてますうん。でもなんか本当面白いなって思うのがもうデナリーっていう。ますごい。高いところからまあ、渋谷って言ってみればこう谷底じゃないですか。す,ね、すごいこう低いところまでなんか同じこう視点みたいなものがあって、それでこう。石川さんが作品を作ってるっていうのがすごい。面白くて。まあですね。復興中の幸いというか。まあその。 コロナで非常事態宣言が出て、まあ、今度は家の中で写真を撮るって今までだったら多分考えつかないことですよね、うん、それは、うん、最もこう太陽の光からこう遠ざかって撮る体験っていうのがすごい作家として幅が随分活動の幅があるなと思って改めて思ったんです <laughs> そうですすそうねだからコロナの2年間よく言われるんですよ石川さん旅に出られなくて。うん あの大変だったんじゃないですかとかあのすごいストレスだったんじゃないですかとかでも全然そんなことなかったあのうそこに置かれた場所でやっぱ未知の風景に出会い続けてきたので、うん、あの全然なんかネガティブな印象ないんですよね、うん。で渋谷とかネズミの世界っていうのに気づけたのも語弊があるかもしれないけどコロナのおかげみたいなところがちょっとあって、うん。うんうん もしそれがなかったら、うん、まあ生きて死んでいくまでの間に渋谷なんか取らなかったかもしれないしネズミの世界に気づくこともなかったかもしれない、うん、で、まあ、さっきおっしゃったように渋谷って本当に谷底なんであの排水溝の下一つくぐるとやっぱりもう地下水路の世界っていうかジメジメした見えない世界が広がってるんですよね。 でそういうことにも思いを馳せることができたしあのうん、例えばなんかすごい怪我をしたネズミが排水溝に入ってったんだけど3,400メートルすっごい遠く離れた排水溝から同じネズミが出てきた時とか一体地下でどんな風に道が繋がってるの <laughs> 俺は渋谷にも30年以上こう40年近く見てきたけどそれ表の世界だけでやっぱり地下にも こんんな世界があるんだとか、うん、でおっしゃったみたいにあの、ね、垂直軸で今度は空から俯瞰してみるとまた全然別の,かあの渋谷が浮かび上がってきたり本当に見慣れた場所とか見知った場所でも未知の風景に出会えるんだなっていうのをこの2年間もともと思ってたんだけど、うん、実感として、うん、あの感じた2年間でした。 海外に行っったりっていいうのが難しい状況で日本だと知、ま、れ、あ、とかも最近はこう割と長く滞在されて取られていたりするじゃないですか、はい、その今後の活動みたいなことについてもちょっと伺えたらなと思うんですけどしばらくはやっぱり国内が中心になっちゃうのかなと思うんですけどそ,す、ね、その中でやっぱりこう関心があることに取り組んでいくっていう感じなんでしょうか、うん、そうでですね、まあ、今回その,恵比寿の映像祭ってことこ あ知床北海道の知床であの初めて映画を撮影して監督は僕じゃなくて吉貝奈さんってダンサーの人なんですけど<ー>その映画が今今公開されててまあ映像祭だからそういうのを本当は見せてもよかったかなとちょっと思ってたんだけどでもちょっとタイミングが合って見せ,見せられなかったけど、まあ、そういう新しい活動も今していて。でただもうコロナ禍が 収、うん、まるんじゃないかなと自分ではちょっとだけ思っていて、うん、って言いながら今すごいね感染者増えてますけどす、ね、ただもう、うん、そろそろなんていうかな、うん、ちょっとこの2年間とは違うフェーズに入ってくるのかなと思って、うん、3月末ぐらいからネパールに行く予定を立ててますけど、うん、まあまだちょっと。 うん、読み切れてない、うんでまあ、日本国内でももちろんあの関心のあるところたくさんあるので、うん、あのもし行けなかった行けなかったでまたあの見方を変えて、うん、いろんなところで撮っていくし、うん、まあんか本当に止まることがないというか次々新しい作品が生まれてくるんだなという気がして楽しみですね,ですね、うん、止まらないですよね。 なんかあの止まったら死んじゃうマグロみたいな感じのことを昔何か言われたことがあるけど俺はそうじゃないと思ってたけどん,なんか、まあ、常にいろんなこと考えてますよね今後の活動も楽しみです、はいはい、じゃあそろそろお時間になりましたので、はい、これで石川さんとのお話を終わらせていただきたいと思います石川さんありがとうございまありがとうございました えっと、石川さんの、えっと、MA2 ギャラリーの展示が2月20日まで、えっと、開催されていまして、えっと、東洋町のギャラリーエクワットの展示が2月17日までちょっと先に終わってしまうんですけど開催されていますので合わせてご覧いただければと思いいまます本日はあありりががととううごござざしたいます。